画面の前の皆さん、どうも、ゆうきでございます。ブラッドボーン、持たざる、違う、生まれるべきから始まるマイペース実況、初見攻略、いきたいと思います。いきなり、ですね、ステータスは、このようになっております。レベル67になってます。体力、持久力はこのようになっております。筋力、技術がね、18ずつで、限りなく上質に近い上質の選手でやらさせていただいております。さあ本日も行きましょう。残りわずかです。ブラッドボーン攻略していきます。初見でございます。本日はここ面質の悪夢でスタートしていきたいと思います。今回も後半にコメント返信動画をつけていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。そう、ここねなんか発狂みたいなのが来るんですよ。あばば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 ば
デイデイデイ待って、うわあ、いや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 、強いな強いな、敵が強いな、おい、え、死んだ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 、まあこんな感じで やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。違うわ違うわ、はい、リスポーンしてきました。実はね、さっきね、一回挟んで死んだっていう。でね、冒頭でね、生まれるべきではなかったから始めるマイペース実況ね。うん。もうね、いろいろとグダグダですから、その点はね、もう温かくご覧ください。どちらかというとね、大人が楽しめる実況動画になっております。来いよ。え？なんだそれ？クソが。負けるかよ。こいつからね、蛇が出てくるからね。もう一回。いいよいいよ。いいよ。ゆっくり行くよ。ゆっくり行くよ。違う違う違う。攻撃。間違えた。間違え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 。蛇出てくるから、蛇。蛇。蛇が、蛇が。蛇が出てくるから。これ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 。これはね、これで叩く。これね、もう、視聴者さんからのアドバイスでね、アドバイスだけで生きてますから、オッケー。さて、ここをどうしたらいいんだろうね。あそこ行くと食らうのかな。おー、このオレンジの光、なん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 これ。このね、影に隠れた方がいいっていうね、アドバイスはいただいてますから。来た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 。あ、でもなんかこいつが食らってる間食らわないパターンみたいな感じ。あ、そういうことなんだね、これね。あ、そんなことない、食らってる食らってる。あべべべべ、共鳴来ちゃった。待って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 、ほんと待って。ほんと待って、これまずい。ほんとまずい。侵入来た、侵入来た。ちょ、べべ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 べ、待て待て。ちょ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 、ちょちょ、待て待て。あ、ちょちょちょ、ちゃうちゃう、ちゃうね、ちゃうね。ちょ、待て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 、待て待て。待ってよ、これ。最悪でオフラインでやった方がいいっていう情報をもらってますから。な、来たれ来たれ。あ、バッテリーがない、ちょっとバッテリーがない、待って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 。ちょっとは、不吉な鐘を鳴らす女がどこにいるかわかんないから、ちょっと、あえて、スルーで、ゴリゴリ進んでってみ、いくスタイルみたいなやってみようか。がっつり行ってみる。こっち？こっちから？ちょっとわかんないけど、あー！やばい！めっちゃ刺さ、痛い痛い。こっち？鐘を鳴らす女どこ？うわ、全然わかんない、うちが。ちょ、待って、ちょ、待って。金鳴らす女、どこにいんだ？いや、こっちかな？ちょ、適当に。いいね！いない？いない？あー、いないか。ここじゃないのか。とりあえず、ちょっと待って。これね、まず侵入を止めないと、今度は攻略できないから。ちょ、こっちかな？なんか建物あったから、あっち行ってみる？もう一気に行くよ。一気に駆け上がっていくよ。
岩なんか怖くねえよ、投げてこいよゴリラ、ゴリラども、投げてこいや。もう血の意志も拾わない、もう逆に一気に行くスタイル。ここの中、何ここの中、ここの中行ってみよう。血よくわかんないけど入れる、入れる、入れた、入れた、早く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 、いいから早く。ちょっと金を鳴らす女はどこにいた。お、聞こえる聞こえる、音聞こえる。これ順路だ順路なのかな。うわ、なんか来た、なんか来た、雲来た。うわ、でけえでけえ、気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪いよ。うわ、雲いた。あ、なにこれ。あ、いた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 、うわ、痛い。こいつだこいつ、死んでも壊せこいつだけは。あー、ここダメかー、ワホか。なんだこれ、気持ち悪いな。場所分かったぞ、一体なのかな。危ない危ない、バカバカなんじゃないの。ほんとおとといか、おとといかい。あ、こっちじゃないか、どっちだっけ、こっち、あれあれあれ、こっち、なんか右上がってかなかったっけ。あ、ここだここだ、クボが来る前に殺す、ここだ。どらおら、よっしゃよっしゃよっしゃ、奇跡だ、場所分かった。一体で終わり、一体、よーしよーし、来たぞ、かなり進んだぞずるじゃん、これ何これ、あ、おしおし、あら、外中行くじゃん。こっちでいいのかな。オッケー。いやー、実はね、収めてないんだけど、あの後ね、2回ね、侵入されたんですよ。もう、カットしまくって。だからもう、だからね、この強行手段を取りました。なんかね、仲いいフレンドがね、左の方に先に行った方がいいっていうね、コメントもらったんで、左の方先行った方がいいっすよっていうね、ここはね、もうほんとすごいから、下手したらこうクリアできないっすよみたいなのをいただいたんで、それあってよかった。あ、うるせえ夜中だからね、今ね、倒そう。むえうーら、ほら、どうした、扉から入れないか、マッチョ、肩幅鍛えすぎたんじゃねえか。いいかいいか、人間はな、ほどほどがいいって言うんだよ、わかるか。そんなな、鍛えればなんとでもなると思ったら大きな間違えた。へえ、いたよ、そういうやつ。同じクラスに。おい、見てみろよ。俺のこの、上腕二頭筋すごくねえ？すげえだろ、ちょっと触ってみろよ、みたいな。バカが。そんなことしたらな、何になるってんだ。そんなことしたってな！危ねえな！すごくねえ？マジ。黒人みたいじゃねえ？みたいな。いたぞ。いたんだから、知ってんだぞ。黒人みたいじゃないかっていう、その例えがよくわからんわ。黒人だからって別に全員が太いわけではないし、まあ、言うてもそこまで太くないっていう。言うてもそこまでだ、そこまでやぞっていうね。いやー、よかった。これ侵入マジ、ここすごいね。やめて、ほんと、初見だから、初見殺しやめてください。てんのかなこっち。とりあえずちょっとね、全く探索しなかったから、探索も兼ねてお仕置きしていくスタイル、探索を兼ねてお仕置きしていくスタイルでいきましょう。本当はえぐるんだろうね、こういうのもね。もう銃でね、銃殺する、銃パリーで取ってえぐっていくスタイルなんだろうね。 OK、 二次編ゲット。さて、これでもうね、あのニック機侵入が来なくなったからね、もういけますよ。大丈夫ですよ。相当カットしましたからね。ほんともう、すんげえ侵入来るし、すんげえ侵入来るし、すんげえムキになって攻撃してくるし、みんな。わかるけどさ、もう飽きてる人たち多いのはわかるよ。強くねえか、なんでもいいけど、こいつら。なんでこんな強えんだよ。危ねえな。なんで蛇と獣が一体化してんだよ。うるせえうるせえうるせえ、あ、やばい、
解散解散その蚊じゃない。あ、来てる来てる来てる。ちょっと。わかった。待って。ちょっと落ち着いて。ちょ、行って。もう来なくていいって。いや、もうこっち行こうぜ。みんな、こっち行こう。さて、蜘蛛助、大量湧きしてますね。なんかあるかな、アイテム。蜘蛛助は何が効くんだ？火炎壺じゃないの、これ。なんか、そんな感じするんだけどね。さて、どう倒そうか。奥になんかあるんだよね、一番奥にね。まあ、お仕置きなんだろうな。うわー、来た。一体ずつ行こう、これは。登ってきたのから行くスタイルで行こう。うわー、超減る。やーべ、やめて。地味に強いんですけど。はまってる。待って、もうちょっと。もうこれ以上やり直ししたくない。はい、すいません。先ほどは取り乱しました。発狂をね、してね、何度も死んでるんでね、見せてない部分もあるし、のにもかかわらずまた死んじゃったんでね。今回はね、ここからまた行きたいですよ。でね、安ろう。斧にしてますからね、安っていこう。こいつらはね、ヤスリが効きそうな匂いがするから、一体ずつ釣って、斧で堅実に叩いていく。こういうスタイルで。早えな。あらよーい！効いてる。火が効いてる。さあ、効いてる。こりゃいいぞ。なんだかんだ火だな。やっぱね、雲は火なんですよ。このね、ソウルシリーズからね、全部そうですよ。雲は毎回火。火が効く。ダークソウル2でもそうだった。OK、水銀弾ゲット。待って。水銀弾ゲット。さらにダメ押しの水銀弾ゲット。こいつ。こいつはね、こいつはここから。いけないか。あぶれ。ここいけるか。あー、くそ！こっち来い。ちょっと、急なね、攻撃に耐えるように。あ、終わっちゃった。うわ。はぁ、すごい。痛えな、もう出られないよ。ちょ、待って、一気に行く。一気に行こう。抜けちゃえ。おりゃー、よし、後ろ取った。あれ、こいつなんだ、あぶね。よし、チャンス、届かない、チャンス、ドゥイ。なんだ、あー、何これ、なんか変なのやってくる。何これ、クモタ思えない。キラ、やべべべべばば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 ば、くそくっそ、むかつく、なんだあの動き。ちっちゃ顔。はい、子グモはね、さばいたんでね、さばきましたよ。ついに憎きクモ太郎、こいつと戦います。上からいけるね、ここからいく。どりゃ、逃げろ。このパターンでいこう。ヘタレプレイでいこう。進めねえ。もう何回死んだことか、今回。もうすでに。ここで行く。だーら倒せ。チャンス、おら、よし、やっと倒した。めんどくせえ、ここ。敵強くなってるしさ、明らかに。やっと来れました、ここまで。おう！祭司者の骨の刃。うん。なんか取りましたね。さあ、行きましょう。
どっち行けばいいんだろう。こっちでいいのかな。なんかいるな。ちょっと待って。いやー、もう、やっぱね、あれだね。最後らしいんですよ。ダンジョンというかね、フィールドとしてはここがね、おそらく最後なんだと思うんですよ。話を聞く限りだと。やっぱ敵が強いね。敵が強い。相当強くなってる敵が。あ、ここ行き止まりなのか。じゃあ、あっち行くしかないんだね。行こう。これ、正規のルートで合ってんのかな？鐘を鳴らす女をね、とにかく、倒したいがためにこっち来ちゃったんだけど、まあ、とりあえず進むしかないよね。あれ何？亡者？亡者っていうか普通の人？ちょっと怖いパターンの時はあれで行くからね。このお仕置き棒で行きますからね。あ、来た来た来た。おお、なになになに？あ、なんか普通の人みたいな。普通の人来た、普通の人。おりゃー、誰だお前。なんだなんだこいつ。イケメン、イケメン来た。おお、イケメン。なんかブラッドボーンのルパーみたいの来た。ガラ叩き割る。クイへへへへへ。待って待って。 むちゃくちゃに攻撃しすぎだわお前。ちょっと待って、すげえ、マジ強くなってんじゃねえかよ。お互い何やってんだお互い。強い強い。ちょっと待って、聖剣でいく？お前が聖剣で来るのは俺も聖剣でいくぞ。いて、やろ。なんだその霧みてえの。ちょっと待って、これえぐんなきゃダメだ。こいつダメだ、もうえぐんないと。本当にえぐろえぐろえぐろ。なんだ汚ねえな、それ。なんだ、ヘビみたいの。来ねえなら、切りに行くスタイル。危ない危ない。ほっ。あー、もう、くっそ。くっそ。マジか。マジか、これ。イケメンにやられた。バカめ。本気を出すぞ。お前には本気を出すぞ。手加減しねえからな。おい。来いよ。お前は絶対手加減せんぞ。俺はもう、お前はな、なモテるからって、女にモテるから何だってんだ。激しいな。ってい、取れない取れない取れない。やるじゃないか。危ねえな。なんだそれ、ヘビみてえの。来いよ。どうした？もらった。いて、そのヘビなんだ、ヘビ。もらい。ふいや、もらえ。なんだなんだ、入られ。やるな。その霧なんだ、霧。ああ、涼しい。なんて涼しさだ。ちゃうわ。ああ、涼しい。ない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 。アロマ的な。あぶね。なんだそれ。それで足止めて、その蛇当ててくるみたいな感じ。ああ、くそ。えぐれね。ダメ。うるせえんだよ、いちいち。もういい加減して、ボケ。この野郎。はあ。さあ、ブラッドルパンを倒しました。鎮静剤3つゲット。あー、なくなっちゃったよ、輸血パックが。もう、さあ進みましょう。いやー、ここマジ前途波乱だわ。超難しいな、これ。自動、いらっしゃいませ。 いやー、なんかもう一個一個進むのが嫌だ。いない？なんもないっすね。おお、下に降りる道。なんかいるよ。なんか裸足でひたひた歩いてる人いるよ。さあ、ここはどこなんでしょうか。
こっち行けるのかな？あ、宝箱ありますね。嫌な予感しかしないわ、宝箱なんて、こんな時に。ダークソウル3もね、出るからね、買いますけどね、ミミックあるんだろうね、ダークソウル3はね、やっぱね、ミミック、ないと面白くないミミック。動画のね、動画の絵になるミミックね。こっちは？こっちは、何にもないですね。ああ、何にもないです。さあ、じゃあ下ですね、下行きましょう。ああ、もうほんと、めんどくさいやつ多いわ、ここへ来て。これもめんどくさいんでしょ、どうせ。なんか。あ、こんにちは。ああ、なんだ。ああ、いやー、そうね。歩くのはね、いいことだからね。やっぱ歩いてね、足腰を鍛える。やっぱりね、大事ですよ。私も最近ね、3階から5階にね、上がるだけで息切れるから。これいいのかな？ほっといて。いい人たちそうだし。ほっとこう、ほっとこう。ここの住人でしょうね、多分ね。仮面をつけた住人ですね。さ、なんか取りました。吸血の丸薬。どうもどうも。いやー、皆さん、なんか、たまには外の空気とか吸った方がいいんじゃないですか？ねえ。何何？何何？急に急に。いやいやいや、吸った方がいいですよ。ね。あれ？ああ、いやいや、ごめんなさい、ごめんなさい。すいません、すいません。どうぞ、行ってください、行ってください。すいません、すいません。なんかあれかな？管理触ったかな？ちょっと、眩しかったかしら。すげえのいるぞ、なんか。逆にすげえのいるよ、なんか。お仕置きく。いたいたいた、あったあった、あった、ごめんごめんごめん。やべ、行き止めだ。なんかお仕置きくんみたいのいた。ああ、お仕置きくんみたいの来た。なにこれ。どうしたどうした、どうした、お前たち。待て待て、どうしたどうした、いや、わかったって。どうしたどうした、お前らさっき俺、仲良かったじゃん。フレンドリーフレンドリー、危ね。 ちょっと待て待て待て、まずはこのお仕置きくんをやらなきゃいけないんだよ。いてえ、弾ねえ弾ねえ、そうだ、俺弾ねえんだ。わかったわかった、ちょっと待って、ちょっと、落ち着こう。わかったわかった、お仕置きしてやるから。あえてお仕置きしてやる、俺が。このクソども、優しくしてるやつ、つきあがりやがって、この野郎。おめえもか、おめえもやられてんだな、こんなお仕置きされてえか。あの野郎、なんだ、ムチみたいな、チェーンみたいの、ネビラチェーンみたいな。危ねえな、バカが死ね。寝てろ、クソガキども、寝てろ。おめえはなんだ、さっきからうるせえんだよ。ちょっと調子に乗んじゃねえ、このデブ。 ダメだわ、デブってダメだわ、デブだな。でも これどんな顔してたんだろう、一回見とく。なんか着せられてんだ、これ。着せられてんだね。じゃあ中の人太ってないかもね、実際ね。 鎧で太ってるように見せかけられてね。合ってんのか、これ。何なんだ、どこ行けばいいんだ、これ。落ちるよね、落下します、これは。ああ、怖え、落下死する場所ばっかり。これゲットしていいよね、ゲット、強靭の。あれ、こっちで合ってんのかな、全然よくわかんない。いいんだよね、進んじゃったから。進むよ。ボスとか、まだだよね、多分。まだだと思うんだよ。来た。びっくりした。不正な、おめえ。痛えな。だよ、地味な。このクソ。寝てろよ、その。わけわかんねえの来て。わけわかんねえ。仮鉄のサウナスーツみたいの着て、寝てろ。なんか、だって、ここにいた。お前、その足跡か、今の。なんか、ペタ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 足音すっから何かと思ったら、お前。
ここは行き止まりっすね。結構いるね、数。お、あ、舐めてんの持ってんな、お前。随分舐めてんの。なんだお前、サバゲーやってたのか、こんなとこで。出血ついてんな。なんか知んねえけど。出血ついてやがんな。ちょっと待って。豚は、豚。豚が来る前に、サバゲーを倒したいけど、ちょっと、あ、ロックして。あ、切ったで、あ、切ったで、切ったで、ついたての向こうから攻撃していきやがった。お前、そういうのよくねえんだぞ。うわあ、もうブーじゃねえんだよ、おめえ。腹立たしいなー。もういいや。まずはこいつから。動きよく見て。あら、危ない、危ない、くず、怖え、怖え、待て待て待て、とりあえず倒そう、とりあえず倒そう。オッケー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 。よしよし、乗り越えるべき場所は乗り越えたぞ。あぶねえ。油断すると危ねえな、ここの敵、ほんとに。てか、どんだけ攻撃力高えんだよ、こいつら。うるせえな、てめえ。避けんな、地味に。地味に避けてんじゃねえぞ。ボコボコにすんぞ。もうしてるしてる。ボコボコにしてる。う？うい？こっち？あ、いける。怖え。違うか、草か。ゲット。ゲット。何かをゲットしました。何かをゲット。全く景色を楽しむ余裕がない。よし、OK。これなんだ、ベータでしょうかね。ベータに着いたんだね。じゃあ、ベータ乗ります。よいしょ。いやー、強い敵がほんと強いね、ここね。ほんと強いわ。一進一退の攻防、そしてね、命がけの戦い、常に一個一個がね、そういう場所なんでしょう。何ここ、ん、なんか、なんか、あ、カラスだ、カラス、安心のカラス、懐かしいカラス、カラスが優しく見えるわ。こんにちは。カラスじゃない、なんだこれ、あれ、顔が犬だ、顔が犬、むちゃくちゃな、なんか、あー、なにこれ、気持ち悪い気持ち悪い、体か、あ、本当の犬来たし、いや、いやいやいや、あ、顔カラス、顔カラス、体犬みたいの来た、なんだこれ、ま、なにこれ、バグ、バグ、バグじゃないのこれ、バグだよ、バグ、バグじゃないの、バグってるよ。こんな、なんか首付け替えみたいな、あ、アイコラみたいになってる。顔も、顔がね、顔可愛くて体マッチョみたいな、あれになってる。まあね、まあ今私はね、もうそんなことないんですけど、昔はね、あの学生時代はね、かなりね、アホみたいに体を鍛えてたので、よくね、あの友達とこう夏に、まあ、海に行ったりプール行ったりするじゃないですか。でその時に、まあそのまあ、上、まあ、脱ぐんですよ。そうすると、まあ、初めて、まあ、本当初めてそこであの裸を男同士でもね見せるっていうこともあると思うんですよ。まあ、普段からね、しょっちゅうあの男同士の裸なんか見ることないと思うんで、でその裸を見て、初めて、まあ、その高校の時の同級生とね、初めて海に行った時に、まあ、体がね、まあ、そこそこ筋肉質だったんですよね。まあまあ、もうなんかちょっと胸も大胸筋もちょっとこう、ね、ちょっと動かせるぐらい若干出てたりして、今はそんなことないんですけど、その時に言われた一言が、なんかね、アイコラみたいで気持ち悪いって言われましたからね。懐かしいな、懐かしいな、アイコラみたいで気持ち悪いなってね、そんな仲良くない、仲良くなってまだね、半年も経ってない友達に言われるっていう、もう悲劇ですよ、普通に考えて。そんな犬か、お前たちは。そんな犬だな。もらった、決
メラ的な感じ、これ要するにね。まだいる？大丈夫か。あー、完全にバグですねこれは、うん、こんなバカなことがありえるわけない。共存できるわけない。そもそもカラスの顔がでかすぎるっていう。なんかやりとりするんだこれ。なんかやりとりするんだって。なんだこれ、終わんねえよこんなの。待て待て、追い込んでからやと。うるさいなぁ、つつくなつつくな。なんだお前、犬なのか、犬なのか鳥なのかどっちだ。うん、まあまあこういうのもいるのかな、世の中的にね。まだ私が大人とはいえちょっと知らないだけだってね、うん、あー完全に犬だね顔がね。でまああの体カラスそのまま、そのまんまじゃないか。お、これはこっから飛び降り、飛び移れるパターンみたいな感じかな。あいつなんか巣でなんかやってんね。ちょっと出てきなさいよあんた。んー、なるほど、ジャンピング切りですねこれは完全にね、うん、行きましょう。ジャンピング切りでダッシュしてからのよっ。あれ違うのこれ、これどうやって入んの。謎が謎を呼ぶぞ。ん？走っていくだけかな？こういう感じ？こうだこうだ！ごめんな！お前の家お邪魔しちゃって。申し訳ない。なんかあったからさ、これ撮りたかったんだ。ありがとう。これでこっち行けばいいのかな？なんかショートカット的ななんかエレベーターもあったけど、これ動かした方がいいのかな？あー、これ明らかに進むな。こっちだな、多分。怖い怖い怖い、赤ちゃんの鳴き声が聞こえる。今は仕掛けを動かせない。じゃあこっち乗ってみる？懐かしいな。ダクソのね、ダクソのショートカットみたいだね、これはね。おーおーおー、大丈夫？不安定じゃないこれ。あー、なんかどっかついたね、これ。どこについたんでしょうか？ん？こっちはなんだ？この中に何かあんのかな？あれ？ここは？ここもショートカット？ああ、今は仕掛けが動かない。ここはまだ行けないんですね。これショートカットで、あ、やった！ボンファイアリット！ナイスボンファイアリット！ああ、でも時間ちょうどいいな。よし、今日はここにしようかな。ショートカット2個動かしてね、ボンファイアリットしましたんで。それでは、今日はここで。いや疲れた今回は。あのね、絵にしてないところもたくさんあって、何回かね侵入して殺されたりもしたんですけど、いや非常に疲れる今日は一本でした。それでは皆さん、ブラッドボーン次回もよろしくお願いします。クリアまであともうほんのちょっとです。皆さんの応援、まあおなじみのね方の応援お待ちしております。それではこの後コメント返信動画、ご興味のある方どうぞ見ていってください。10分ぐらいになると思います。初めて見た方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではブラッドボーン、お疲れ様でした。またね。はい、どうも、皆さん33かな、ご視聴ありがとうございます。撮影がねだいぶ空いてしまって申し訳ございません。あんだけね皆さんね、風邪ひくな風邪ひくなって言ってたんですけどね、この私が、風邪をひくっていうね何日か撮影がねもうほんとできなくて、やっと最近再開できたんでね、もうすぐアンティルドーンの方も終わりになりますので、ブラッドボーンと合わせて終わりにさせていただきたいと思いますまあ終わるのかな、わかんないけど、うん、まあ何かしらまたねやっていくと思いますので、それでは、お約束通り、32のコメント返信の方を、このね、なんかちょっと雑務をやりながら、おしゃべりさせていただきたいと思います。ルルユトイさん、どうも、毒沼発狂と盛りだくさん、そうですね、もうね、私もね、さすがに発狂しましたよ。今回もかなりね、もう死に会っていうね、会にしてるぐらいなんで、もうね、結構行かれましたね、だいぶ。撮影時間で、ね、3時間くらいは経ったんじゃないかな。うん。タコ関連のゲームっていうのはね、ちょっとね、まあ、未定なんで、未定ですんで、やらなかったらすいません。はい。
でね、間接式の証明だと思ってた。ともちゃんの観察日記、それでいこう、もうこれでいこう。ありがとうございます。ともちゃん、ともちゃんって誰？ちょっと、はい、ありがとうございます。はい、ですね、次は、庄司さんですね、どうもありがとうございます。まあね、まああのね、発狂女はね、何なんすかね、このシリーズ最大の気持ち悪さですね。歌歌ってるしね。うん、まあ大体皆さんね、やられることを念頭に楽しんで見てると思うので、今回はかなり楽しめたんじゃないですか、庄司さんなんかもね。はい、入り組んで、ああそうですね、入り組んでました、かなり。なかなかね、まだ全体を把握できてないのかな。まあね、まあ睾丸ゴロゴロに関しては、まあまあある意味ね、オスとオスのぶつかり合いっていうことでね、私が一本取らせてもらいましたので、はい、この後も最後までよろしくお願いします。大丈夫だよね、この返事で。はい、ありがとうございます。はい、ロータさん、いつもいつもありがとうございます。そうですね、脳みそんな油断できないです。はい、倒した直後に発狂でやられちゃう、そうなのよね、あれちょっとずるいよね。まあでもここがまたね、まあこういうソウルシリーズ系のまあ醍醐味なんじゃないでしょうかね。うん、でそのそこに変な咲いてる花に対してね、発狂ひまわりインザスカイ、うん、ありがとうございます。ナイスネーミングね。うん、そうなんです。まあでね、まあなんとかね、アメンドーズは1回で行けましたけどね。うん、こっから先はね、若干ね、なんかね、含ませた文章になってるんでね、私の、目とね、目で読むだけで楽しませていただきます。ありがとうございます。皆さん、あのいろんなこと言いますけど、コメントお気軽に、全然大丈夫ですからね。ロータさん、いつもありがとうございます。はい、リックさん、どうもお久しぶりです。の女はしばらくの間なんか、まだいるのね。まあ今回出てきてなかったけど、もういいね、ちょっと正直。スプラトゥーンはね、甥っ子の家でやりました、私実は。ただ Wii U 持ってないんで、スプラトゥーンではないんですけど、まあちょっとね、ここまでハードル上げるとね、ちょっとやるかどうかわからないんで。そんな大したゲームじゃないんですよ。はい。なのでそんなに、はい、まあやるかな、やんねえかなぐらいで思っててください。はい、すいません。ありがとうございます。マイペースにやらせていただいております。どうも、ゆうきでございます。はい、風田さん、どうもいつもありがとうございます。アメン初見クリア、ありがとうございます。はいね、ほおずき脳みそ女にやられましたね。発狂勇気さをまたまた拝見できまして、苦笑い。苦笑いなんだ、苦笑いなんだね。なんだもうちょっと、なんだろう、足りなかったのかな、もしかして。そんなことないですね。はい、今後も注意、脳みそ女今後も注意、また出てくるんですね。やだな、あれもう攻略できないかもしれないな。はい、まあ途中で終わらないように頑張ります、最後の最後で。はい、ありがとうございます。あいうえおかきくけこさんは、これね、すごい多分適当につけたんだろうね。鏡音さんですね、いつもありがとうございます。脳みそがなんか白子に見えてお腹空いてきました。私ね、白子食べたことないんですよ。白子はね、ちょっと目でね見て、まだ食べてないんですけど、まあ、次回もしよかったら白子の味みたいなのを書いてくれると嬉しいかもしれません ね。もしかしたら食べる気になるかもしれないし、やっぱ食べたくないかもしれない。タブレットの方のアカウントで書いてくれたと。はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。かっちゃん、どうも毎度です。睾丸ゴロ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 ン系半端ないっす。大丈夫これみんな。もう完全になっていうの、それになってるよね。うん、そうですね。まあ、一回で撃破できました。うん。まあね。まあ、斧で切ったりね、お塩規模でぶったたいたり、まあ、いつものパターンですね。うん。で、それを見てて、なぜかかっちゃんが痛くなってしまったと。なるほどね。まあ、そこはもうね、なんでしょう。まあ、ある意味自己責任でお願いします。ありがとうございます。はい。八郎さん、いつもツイッターでもどうもありがとうございます。広いし、似たり寄ったり、そう、景色が似てたんですよ。うん、なんかね、みんながね、コメントくれてるなんかヒントみたいのも、ちょっとね、景色に目が慣れなさすぎて、全然よくわかんないんですよね。一生懸命頭に入れて把握してやってるんですけど、
ありがとうございます。の女ね、これはみんなやられたみたいね。みんなやられたし、まあ今後もの女は出てくるので仲良くしてくださいと。はい。はい、以上ですね。ありがとうございます。だいぶね、間隔空きましたけども、皆さんね、もう一度言っておきますよ。風邪には、くれぐれもお気をつけください。私はね、もうね、声は出てたんだけどもね、もう鼻水がもうすごかったんでね、もう多分実況なんか撮ったら多分ね、あれですね、15秒に1回はくしゃみが出るんじゃないかっていうぐらいね、鼻風邪をひいたんで、はい、間を空いてしまいました。ちゅうことで次回もよろしくお願いいたします。なるべく早めにもうブラッドボーンは上げていきたいと思います。それでは皆さん、お疲れ様でした。また次回もよろしくお願いします。レベルが上げられないな。微妙に足りないんだよな、これな。微妙に足りないぞ。足りないんだよな。2個しか上がんねえしな。